はい、です。今日も一日、日ターししてワ、クワクだらけていきましょう。今日は最終的にはどういう話に行くかなまあまああのね先日ちょっと親戚のおじいちゃんおばちゃんと会ってそのおじいちゃんおばちゃんが俺に向かってクイズを出しやがってそれがちょっと面白かったんでそっからまあ話をしようと思うんですけれどもまあ俺のおじいちゃんおばちゃんクラスだからもう 70?70 70過ぎですよ70過ぎのご夫婦ですよ田舎田舎で暮らしている。 でね、それがね「そのあれほら本吉くんにお前あれを聞かせるよ」とか始まるわけですよそのおじさんとおばあさんで「本吉くんにあれを聞かせない」「いやそんなのも相手はプロですけどいいえお前聞かせろよ」みたいなのあって「なんだなんだお前イチャイチャしてんだ70過ぎの夫婦は」と思って「で、クイズです」とか言うんだよ、ね、なんでクイズかっていうと「かまぼこ」「かまぼこが好きなんだ」ってこう、板のかまぼこがあるじゃん板に,板にこういう乗ってるこういうよくあるかまぼこスーパーとかで売ってるねそのかまぼこを二人でこう いつも切って食べるんだって二人ともかまぼこは好きでそれでこう切るんだけどどっちのかまぼこの方が大きい少ないでいつも喧嘩するんだってなんだよそれって話でしょ、ね、それでどうやったらかまぼこを綺麗に二人で喧嘩をせずに分けることができるでしょうかクイズとか言うんだよ。まあそのクイズはいいわそのクイズはいえばクイズの答えは最後に言うけど板に乗ってるかまぼこを文句が出ずに綺麗に二等分できる方法が、まあ、あ,あ,るあるんだって そのズ置いといて答えあとで,で言うけど思ったのがいや幸せなんだなと思っていや最初はねいやそんなの貧乏くせいこと言ってないでもう一個買って2人で一個ずつ食えばいいじゃねえかよかまぼこ一枚一枚ずつ一枚枚ずつ2人で食えばいいじゃねえかよもう一個買ってって思ったんだけどいやでもそういうことじゃねえんだなと思ってあの幸せなんだなと思って俺のおじさんおばはんはだってさ老夫婦だよそれで スーパーで買ってきたかまぼこの板をさこう切ってお,お,お父さんの方が多いかお母さんの方が多いかで喧嘩するんだってこんな幸せないよね満足することを知っているってことなのかなねえ,ねえいや俺それ聞いて思もい出すのどほらあれあるじゃんよくさ京都の京都の龍安寺の石庭龍安寺龍安寺ごめんねこういうのあるじゃんちょっとごめん今見せるね こういうのあるじゃんよくほらあのなんかなんか名言集とかとかなんかわかんないけどで出てくる昔のお金なのかなこれさえっ、ー、とごめん <laughs> 我我我我我,我ただ足りることを知るわかります我我我がの我ねただ唯一の唯ね足足りることを知るね 足りる、これで足りてるいい十分これで足りてるっていうことを知ることが大事だよみたいなのを教えらしいんだよまあこれは俺がいつも言ってるダストローへの幸せとはまた逆言っちゃってるんだけど逆もシンガルだからさ、うん、あと名言でさ俺あのこれも名言も好きで一,一時期俺壁に貼ってたんだけど誰の名言か忘れたけど年収300万でも満ち足りた気持ちで幸せに生活してる人もいれば 年収1億でもまだ足りないまだ足りないと思ってイライラ不安に過ごしてる人もいるみたいな名言なのよだけ金の多い少ないだが全てじゃもちろんないまあがないこと言ってんだよね年収300万でも満ち足りた気持ちで幸せに暮らしてる人もいれば年収1億あってもまだ足りないまだ足りないと思ってい、えー、不安とイライラで過ごしてるやつもいる満ち足れずに過ごしてるやつもいるっていう名言でうん ねえかまぼこ2個買いじゃないってことだね1個のかまぼこを喧嘩しながら分けて食べる夫婦が幸せなんだよね <laughs> かな、うん、だからも,もっともっとまだ足りないまだ足りない俺の方をく多くよこせみたいなことを言う前に満ち足れてるっていうふうに思うみたいなことだなまあこれもまあ1個の心理1個の心理かなと思いましたね かまこれはでもねちょっとね知的知的クイズというかね生活の知恵クイズかまぼこケーキでも何でもいいですよ2人で等分に分ける方法俺は答え1個知ってるのはいいあなたがあなたが2等分にして私が好きな方を選ぶからこれは喧嘩起きなくなる あなたが自分分でいいと思う2等分にしてもちろんあなたが2等分にするんだから2つに割ったうちのどっちを取っても文句は出ないよねあんたがあんたがそれで OK って切るんだからで切らせるんですよ相手にそれで自分がうーんって見てこっちって好きな方を取るんですよこれ解決策でしょうねでもそのおばはんはちょっとうちのおばさんは頭よくて「答えたいわね」っつって言ったのがかまぼこの板あるじゃないかまぼこの板あるじゃんかまぼこが乗ってんじゃんこうやってかまぼこの板を 板を普通こうやって切るから大きさが違いが出るとかまぼこの板を対角線で切るって言ったんだよ対角線で言ってる意味わかる <laughs> 俺が言ったのがかまぼこの板をかまぼこの板にかまぼこが乗ってんじゃんこっからこうボヨーンってかまぼこが乗ってんじゃんこれ上から見たんですねそれをこう,こうやって切って分けるからけんになるんだと2等分でこの対角線でピシッって切ったらほらちょうど2等分だって言ったんですよ <laughs> これも正解だよね これも正解だよねねままままあまあ、まあ、あそんなことがありました、うん、もっといけるはずもっと頑張れるはずって高みを目指すのはもちろん大事なんだけどその反面満ち足りてる満ち足りてる今で満ち足りてるって思えることも大事ってことだかなうんまあまあまあ今日そんなこと思いました今日も一日頑張っていきましょう満ち足り満ち足り,満ち足りてると自分に言い聞かせよう今日は。 頑張ってますあ,ありがとうございました。